皆さんおめでとうございます。多いですね。多いですね。今日ハロウィンということで私たちもちょっとコスプレをしました。仮装してる方いませんか？いないようですね。意外とちょっと今日いるかなと思ったんですけど浮いてるみたいですね。ちょっとじゃあ早速ですが、皆様、バースデーカードをお持ちですか？受付でもらわれた中にですね、それでは高いソフトドリンクの無料券とか入ってると思います。はい。じゃあちょっと特典の発言をしたいと思います。レイチェルじゃあ特典の説明をしたいと思います。まず1つ目がですね、グッズの割引券が入ってると思います。このグッズ割引券は今日は使えないんですけど今日使えるそうです。どっちですか、ゆうさん？今日使えるそうです。使ってください、ぜひ。はい、そして2つ目はドリンクの引換券です。はい、スタジアムの中で使えますのでぜひ、でもアルコールがちょっとダメなので使えません。ぜひご利用ください。ドリンクは今日しか使えないんですか？本日のみです。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ちょっと皆さんゲームをしたいと思います。ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲームは、ですね、はい、皆さんご存知のじゃんけん列車をしたいと思います。イエーイ、イエーイ、イエーイ。じゃんけん列車知ってる人知ってますか？知らない方もいらっしゃい、知らない方もいらっしゃいますね。なら、ちょっと説明を簡単にしたいと思います。まず、ペアを見つけてください。一人こちらでレイチェルとカイポンにしてもらいましょう。まずペアを見つけます。そして自己紹介をお願いします。お名前と、じゃあ好きな選手。じゃあ、はい、好きな選手は島越選手です。振りましたね。っていう感じでまずは自己紹介を、はい、そしてじゃんけんをします。はい、以上です。じゃんけん、はい、負けたのにで一度手を挙げました。じゃあ勝った人の後ろに負けた人がつきます。こんな感じでどんどんつながっていく感じです。一番勝った私は豪華商品が当たりそうです。はい、すごい商品です。すごい商品だ、多分。はい、じゃあ分かりました、皆さん、今の説明で分かった人、挙手お願いします。ちょっと暗くなってきてるので、はい、つけにくいかと思いますが、10月生まれの方はバッジを胸につけてもらっていいですか？10月生まれさんの方はバッジを胸についていただいてお願いします。バッジつけてる方同士のじゃんけんでお願いします。